はい。ではね、ネットワークビジネスの大御所、アムウェイについて、今回はちょっとね、視点を変えてお話しようかと思います。私、久保哲郎っていうのはですね、速果塾を立ち上げたとき、最も重要な取引先が、アムウェイをはじめとするネットワークビジネスだったんですよね。これ、なんでかっていうとですね、速果塾っていうものも、最初は塾生んっていうのが、50人ぐらいから始まりましたけども、まあ、それもすごいんですけどね、初日から50人、バッとできたっていうのも。まあでもね、やっぱり、50人の方から、 まあ、速化時期のの費費用用を1万円いただいちゃうと次ににく費用っていうのはそんななかけけられないわけですよやっぱりね、新規さんを増やすってことになってくると思うんですよね。その時に私が考えたのは、すでに人が集まっているネットワークビジネスの集会に行くってことだったんですよね。もちろん私のところにネットワークビジネスを案件を進めに来る人も、私の大事な集客です。見込み客です。ですんで、人が集まっているところ、もしくは、久保さんに会いたい、こんなビジネスがあるのを紹介したいって人、全部受け入れました。全部受け入れた後に、 いや、ぶっちゃけビジネス儲かりますかって話に持ってくんですよ。ね。セミナーに行った時でも、あのー、プレゼンターの人は儲かってるみたいなことを言いますけども、皆さんどうです収益ありますみたいなことを聞くわけです、ね。そしたら、いや、やっぱきついですねって。毎月経費がかかるし、なかなか経費を取り戻すのがね、いつになるか分かりませんけども、まあ、コツコツやろうと思ってます。長い目でみたいな話になるんですよ。で、そこでですね、今日中に2万とか3万売り上げが上がるとしたらやってみませんかって話を私はするんですよ。で、私は即家塾の久保ですって言うと、あっ 久保さん、なんか新しい塾始めたらしいじゃないですかみたいな話になるんですよね。じゃあ今日帰りにね、お茶飲みながら、2万とか3万売り上げちょっと立てさせますから、まあ、そっか塾ってどういうものか知っていただくだけでもいいと思うんですよって。で、それを知った後で、ネットワークやるのかどうかって決めたらどうですかみたいな話持っていくんですよ。そうなんですよね。ネットワークビジネスの話を聞きたがる人って、お金稼ぎに興味があるんですよ。しかも、もう本当にね、リアリティのあるお金稼ぎです。ネットワークビジネスみたいに商品仕入れて売るっていうのも、まあ、ギリギリね、 リリアリティを追求できる一つの場なんですけどもでもやっぱりね人に商品を勧めるなんてことはほとんどの人は無理ですよなぜなら見込み客が見つからないんですよ見込み客が見つかってその少ない人脈の中から見込み客が見つかったとしてもですよ成立下手なんですよねプレゼンする時間ないんですよでしかも一回売ったら次に売るタイミングってすぐは持てないんですよね数ヶ月後になっちゃうんですよじゃあね2万とか3万のものを売って数ヶ月後にまたね5000とか1万のものを売るっていうサイクルでどうやってね今の 給料のの副業たるるる5万万ととかか10万の復に得れんんででですすって話になると無理ですよよきませんよ計算したら、うん、計算しないから分かんないですよほとんどの方計算したら無理でしょ。でもこのセルフバックってものを使ったらほら標準できたでしょって話なんですよ。うん、だからアウムイ恐るに足らずネットワークビジネス恐るに足らずなんですよ。えー、そしてネットワークビジネスを志す人は何かしらの、ね、皮肉かもしれませんけど人脈ない人ばっかりです。 トークもダメなのに人脈がないとあ。トークがダメだから人脈がないんでしょうけどもね。まあそういう形で人脈がないのになぜか口コンビジネス、ネットワークビジネスやっちゃうんですよ。まあですね、でここも解決します。そっか塾でインターネットのビジネスをまあこう対得していくと人脈できるんですよ。アフィリエーターとして商品売るわけですから。そうなった時にネットワークビジネスをポコンと載せると商品が売れるんですよね。サービスが売れるんですよね。で信頼関係が高まるんですよ。いい商品紹介してくれてありがとうなるわけですよ。 まあそういった形で私はアムウェイをはじめとするネットワークビジネスがね今でも最大の取引先というふうに考えてるんですよね、うん、非常に皮肉な話ですけどもネットワークビジネスで稼げない人がいればいるほどそっか軸は太っていくという構図だったわけなんですよね今回は以上です